はね、これももう長らく定番でやってます。国道136号線の失恋の歌です。で、136号線って多分分かんないと思うんですよ。伊豆の方の国道に135号と414号と136号ってあるんですよ。で、135号っていうのは湘南の方の道があるでしょ、江ノ島とか、あれ134って言うんですけど、134が小田原か熱海あたりでそのままつながってて、それずっとその伊東とか下田の方に向かう伊豆の東海岸を走ってるのが134なんですよ。で、414号っていうのが修善寺から下って天城峠越えて下田に行くのが414号で、136っていうのが三島から下って途中で西へ折れます。で、西へ折れてその南へ向かうとか414と136の分岐点で、で、136はひたすら駿河湾の方行くんですよ。道ヶ島とかは分かりますかね、戸井とか道ヶ島とか松崎ってうっすらそう、そこをねデートして、で、色崎っていうのが伊豆半島の最南端にあって、そこでまあ終わっちゃうという、普段ここまで丁寧な説明しないですよ普段説明しないです。もう136号線はい行きますみたいな、それで終わりなの。まあ思い浮かべていただけると分かると思います。じゃあそんな感じで長々とやっておりますが、じゃあ最後国道136号線の歌ルート136で締めたいと思います。新車を買った記念に、職場の彼女を誘い海へ走りに行こうよ。だけど彼女に電話をして、公園で待ち合わせ。彼女は化粧をして僕の車に乗り込む。だけど彼女の顔はなぜか寂しい。僕は彼女に聞けるまま時だけが過ぎる。恋の時計台の前、記念写真を撮った。だけど道ヶ島に着いたら僕が飯をおごるよ。松崎雲見越えて伊豆崎に向かう。だけど彼女の顔はなぜか寂しい。僕は彼女に聞けぬまま時だけが過ぎる。私たち別れよう。だけど実は今の私には素敵な彼がいるの。それを言うためにあなたに会ったのよ。だけど彼女の顔はなぜか寂しい。僕は彼女に聞けぬまま時だけが過ぎる。
終わる。でも僕は君のことをきっと忘れないよ。だけど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 。こんな感じです。女性として聞いてるとかなりこれあれでしょ、あのこの連発は切ないですよね。バスで振られて、プライベートでも振られてひどいよねって。かわいそう。これはもしかして実話ですか？いやいや、まあ聞かないでくださいよ。聞くんですかこれ？なんかこれね、女の人が聞くとね、ひどい女だよねとかってよく言ってますよ。あー、飯まで奢って車乗って最後の最後になって告白するとかって、なんかね、それ昔から言えよってですよね。でこの人ボーナスで車買えてるからすげえ金持ってるよねって言うと同時に言われます。でボーナスだけど車買えるんですよ。何の仕事してんだろうみたいな。いやいやいや、こんな感じでねやってますね。すごい。あの伊豆をテーマにしたご当地系で、まだ他にもネタはあるんですが、また機会があれば、ぜひ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もうマスター聞き飽きたんじゃないですかこれ。定番なんですか？久しぶりですもんだって。まあ、定番では定番ですよね。